皆さんこんにちは。こんにちは。春です。春ですね。はい。東京はもう桜咲いてるよ。はい、そう。まあ暑くて、私なんか今日ちょっと東京から帰ってきてるんですけど、もう途中ぐらいから暑くてノースリーブです。夏の人がいました。そう、夏でした。もう暑いです。そして皆さん、春、まあ春なんだよね、今はね。とりあえずね。鈍感になってないでしょうか。ちゃんと洋服考えてきてますか。はい。楽しくてしょうがないです、もう。楽しいですよね。まずはボトムスから始めてみようかなと思ってます。皆さんのクローゼットを見ますと、私のもそうなんですけどね、大体がトップスの方が多くてボトムスの方が少ないはずなんです。どうですか。そうですね、うん、確かに。そうなのよ、私のクローゼットの中もやっぱりねボトムスの方が少ないんです。だからいつもああいうボトムスがあったらいいな、こういうボトムス欲しいな、あこれ履きたいなっていう風になるわけでございます。まあ、ずっと同じねズボンを履くのもなんでしょう。そうですね、はい、飽きますし ね、やっぱ素材も違う、形も違う、いろんなのをね、柄も可愛いよね。去年一昨年あたりから私もガラガラってすごい言ってるんですけど、はい、柄のパンツも可愛いと思います。でもね、みんな見るには柄のパンツって可愛いなと思うんだけど、なかなか履くのには挑戦しない人多いです。そうですね、はい、そうなんですよね。でも今日小林さんが履いてるチェックのパンツも可愛い、はい、やっぱ可愛いよね。そうですね。それどこの、これはラボレイクリーですね。ラボのだ、めっちゃ可愛いです。チラッとだけ、やっぱ可愛いよね。この間お客さんがもうこればっかりだって言ってましたね、うん、こればっかり履いちゃったって。ね、可愛いよね、やっぱ可愛いと思います。裏付いててすごくいいです、はい、そうね、うん、普通の正常のね、日本のあれでしょ。そうです、体感の温度では、はい、私も暑くてしょうがない、ね、今日の泉さんは暑いですからね。裏付いてたら暑いです、はい。で、本日はということでパンツのご紹介をたくさんしたいと思います、はい、パンツがちょっと変わるとスタイリングがすごく変わって見えて、めちゃめちゃ新しくなります。まず最初に私が履いているこちらのパンツです。では小林さん、はい、どうぞ。ケレンのスカートっぽく見えるんですが、はい、パンツなんです。大人気のパンツです、はい、ではちょっと近づきます。ではどうぞ。不思議なシルエットしてますよね。そうなんです、はいはい、でこう角がこうツンツンって出てるような立体的なシルエットになってるんですが、はいはいはい、腰回りのシルエットは抑えていて、はいはい、抑えてありますよ、はい、で腰下の方にぷくっと、それが可愛い、ここが切り替えになってます、うん、この辺りがで、ちょっとイカっぽいんだけど、イカですね、確かにイカっぽいんだけど、それが動くとこのような形になり、はい、横から見ても可愛いですよ。可愛いですね、もうこの感じが絶対お気に入りだと思う、これ、はいはい、で丈感はちょっとふくらはぎが見えるぐらいの丈感、うん、はい、はい、ね、この後ご紹介するんですけれども、ラインソックスが入ってきてるので、ラインソックスを履いてもらってもいいと思いますし、例えばこういうスポーツショップソックス、これじゃ普通にスポーツメーカーのソックスなんですけど、スポーツメーカーのソックスを履いてもらっても可愛いと思います。なんかこんな感じで靴下も楽しめたらいいんじゃないのかなと思います。でラインソックスだけど、これから明日だか明後日だか、今週多分小林さんが頑張って、いやいや椎木さんが頑張る、はい、誰かが上げてくれると思いますので、それでも可愛いと思います。はい、めっちゃ可愛いですよ。はい、このような感じ。あ、寒い日は中にレギンスとか履いても可愛いよね。そうですね、うん、はい、というこのスカートになります。あ、違った、パンツだった、パンツです。パンツっぽい、スカートっぽいパンツです。はい、あ、素材は何だっけ。素材はですね、綿ナイロンでストレッチが入ってます。はい、はい、ウエストはちょっとだけシャリ感があるっていう素材なんですね。はい、はい、めっちゃ軽くていいんだけど、これ可愛いよね。後ろも可愛いし、可愛いでしょ、横も可愛いです、うん、はい、になります、はい、ではもう一色着替えてきてみます。はい、はい、はい、着替えてきました。もう一色です。夏になってますよ。だって暑いんだもん。まださ、4月ですけど。そう、みんな暑くないのかな。私だけなんかもうスリーブレスでいいわ。そこになんか長袖のジャケットとかでもいいかなと思っちゃいますけどね。はい、はい、このような感じになります。この色の方が分かりやすいですかね。そうですかね。こちらはカーキのお色になります。はい、はい、でね、ここにポケットがあって、ひょひょ、こんな感じで軽いです。かわいい、かわいいですよね。後ろもかわいいですよ、ほら、かわいいです。
まあ、ちなみに何度も言っちゃいますけどこちらです、はい、そうですね、新色でございますめっちゃ多いです、何度もすみません、でもこのベージュ超いいので、もしよかったら白と黒としか持たれてないお客様、ベージュ超いいです、はいはい、はい、っていう感じでこのような感じ、あそうラインソックスね、あそうですね、はい、そうです、これちょっと私物になるんですけれども、はい、後日アップしますが、あ本日する、優秀、あじゃあしてください、はい、みんなが待ちに待ってると思います、ました、はい、はい、優秀なソックスです、はい、はい、色は2色でね、はい、はい、そしてまだパンツ祭りなので、昨日泉の部屋でお話ししましたパンツもご紹介したいと思います、可愛いやつですね、はい、可愛いやつです、デニム&ダンガリーのパンツになります、はい、知ってました、この後ろ側、そうなんですよ、見えるかな、可愛いですよ、めっちゃ可愛いの、一つ一つが可愛いんですよね、これ何何ペンギン超可愛いんですけど、何これ、何のキャラクターですか、ペンギンですかね、今年ペンギンのモチーフいっぱいありますよね、そう、 T シャツとか可愛いよね、はい、ペンギンね、超可愛いんですけど、このパンツです、はい、このパンツ可愛いですよ、いい色の配色がたまらないですね、うんうん、これに昨日合わせたあの靴ですね、 RFW のスニーカー、あれ合わせると最強可愛いと思って、こちらですね、はい、ドビー寄りのストライプになりますね、はい、はい、柔らかいのですごく履きやすくて、うん、はい、履きやすいですね、はい、近づけます、グレーとブルーとネイビーとシュアカと白と黄色とっていういろんなストライプですね、まあ、こういうのってセンスだよね、そうですね、この色の配色とか本当センスだよね、昨日のインスタグラムでちょこっとデニム&ダンガリーの話を書いたんですけど、はい、インスタグラムでちょっと長い文にしてみたんですけど、昨日珍しく、やっぱね、こういうちょっとちょっとのところが違うんですよ、これに気づかれないとうーんって思っちゃいます、そう、でこの色ともう一色です、はい、いや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 、浄化はターコイズがかわいいの、かわいいですね、だんだんほら夏に向かっていくと色とか柄のパンツ欲しいでしょう、もうなんか誰かがピンクのパンツとか黄色のパンツとかグリーンのパンツとか履いてると、はあ欲しいから買わなきゃって思って、うん、でも探すと案外可愛いものが、そうですね、まあ、そういうパターンでございますよ、はい、こちらです、こちらも本日アップになります、はい、試着画像とかは商品画像のところにもあったりとか、昨日の泉の部屋でもあのご紹介してるので、よかったら見てみてください、こちらも、こちらはですね、どうぞ、はい、サッカー素材ですね、はい、ポコポコっとした生地が夏にはもう素肌に接地しなくて、はい、接地する面積が少なくなるんですね、うん、ポコポコしてるので、うん、なのですごく涼しく履ける一枚です、はい、あと横かわいいですね、ほんとかわいい、なんでこういうことしちゃうんですかね、ほんと誰のアイデア、本当にパンツに刺繍だよ、しかも横ラインが入ってて、ラインの上に刺繍みたいな、はい、超かわいいでしょう、わかりますか皆さん、ここ1個別布がついていて、ね、別布をつけた上に刺繍ですよ、はい、刺繍は何、パイナップルでしょ、お花でしょ、チェリーでしょ、これ何、テントウムシ、あーそうかもですね、超かわいい、反対から見て、私ちょっとわかんない、反対から見てるかな、あと何、ほんとすごいの、こういうのがね、後ろのポケットもいいですよ、お尻の、はい、ちなみにこちら本体のサッカー素材のところは、うん、アメリカ原産の綿を使用していて、はい、ドライな風合い、風合い、ドライだと思う、はい、かわいい、暑い夏を心地よく過ごしていただけますとのことです、去年の夏暑かったしね、はい、もう超いいと思います、はい、これにノースリーブ最強です、かわいいですね、はい、おすすめです、はい、とそれと、お知らせがあります。ミエルのウェブサイトのところからお買い物をしていただいて、クレジット決済をされるお客様、クレジット決済の、メールとかは今までは言ってたんですけれども、お客様に送ってたんですけれども、新しいサイトになってからは、そのクレジット決済しましたよっていうメールは届かないようになってます。ですが、ちゃんとされてるので大丈夫です。でもしクレジット決済がされてなかったりとか何かある場合には、うちの方からメールを送らせていただきますので、メールが1個少ない感じになりますけれども、ね、ご心配心配ならないようにください。あれ、はい、ご心配ならないようにお願いします。あれ違う？ご心配されないようにお願いします。かな？では本日はこんな感じになります。みんな本当におしゃれしてね。
楽しみましょう。楽しみましょうよ、うん、コロナも終わりもうここからですよ、はい、はい。私は明日お花見行きます。あーいいね。咲いてる？上野とか東京咲いてます、東京咲いてます、うん、さっき、2分咲きぐらいだったけど。2分ですか、はい、5分はなかったな、今日の夜咲かないそうね、今日また暑いでしょ。そうです、ね、だから今日でまたちょっと咲くよね、はい。まあ、今年は、入学式に桜がある、うんうん、ちょっとなんか7年ぶりとか8年ぶりって言ってたけど、暖かかった割に咲くの遅かったですよね。うん、なんかワクワクでございますよ、はい、日々ね楽しくお洋服を着てみてください、はい。ではミエルチャンネルでは毎週月曜日の19時にアップロードできるように頑張ります、はい、皆さん見るだけにしないようにしてくださいねちゃんとアンテナをツン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 立てて、あの可愛く毎日を過ごしてくださいね。その時のお店の楽しい情報とかも、ご紹介しようかなと思っていますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。あとね、よかったら、楽しかったよっていうグッドボタンとかをいただけると、私たち過去振り返ってもらってるって喜ぶので、はい、ぜひお願いしたいと思います。お願いします。はい、では来週の月曜日またです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。